ルフトハンザドイツ航空とは、1955年から1963年にかけて存在したドイツ民主共和国の国営航空会社である。ドイツルフトハンザオリジナルサウンドトラックとも呼ばれていた。なお、ドイツ連邦共和国の航空会社、ルフトハンザドイツ航空とは関係がないが、互いに正当性を主張し合っていた。1955年4月27日に、 ドイツ民主共和国の閣僚評議会とソ連大使館との間で協議が行われ、翌日4月28日に東ドイツ旅客及び貨物輸送を実施するために1955年5月1日にルフトハンザドイツ航空を設立する。この航空会社は東ドイツ内務省に所属すると発表された。これに先立ち百五十四年五月に東ドイツとソ連との間で ベルリンシェーネフェルト空港の所有権を東ドイツへ譲渡する契約が行われ、1955年4月27日に調印された。シェーネフェルト空港は5月1日より供用開始とされた。1955年7月1日には閣僚評議会からルフトハンザドイツ航空の理事会が任命された。この日が東ドイツの民間航空再建の日とされている。 1955年7月8日、最初の理事会が行われた。理事会の議長は、東ドイツ初代大統領ビルヘルム・ピークの息子、アルトゥール・ピークが務めた。航空交通担当役員には、パイロットとして訓練を受けたフリッツ・ホルンが任命され、技術担当役員には、局地飛行家だったエルンツとベントが任命された。1955年7月30日、 新生ルフトハンザ第1号機となるイリューシンイル -14 型機がシェーネフェルト空港に到着した。同年9月16日には初の公式フライトが行われた。これは初代首相オット・ー・グローテボールのモスクワ訪問のためのものであった。初就航記念切手国内線の初フライトは1956年2月4日に就航したベルリンドレス電線であった。 2月27日に、ベルリン・ワルシャワ線。5月16日に、ベルリン・ライプツィヒ線。ベルリン・プラハ・ブダペスト。ソフィア線。5月19日には、ベルリン・プラハ・ブダペスト・ブカレスト線。10月7日には、ベルリン・ビリニュス・モスクワ線に就航した。最初は、パイロットなどの運航乗務員はソ連から派遣された人員が務め、東ドイツ側は、グランドハンドリングのみを担当していた。 あとに、イルマイナス14の乗組員も、東ドイツ側が担当することとなり、1957年3月17日には、初のドイツ人機長である、ゲルハルト・フリースが、モスクワへ飛行した。使用する、航空機も、イルマイナス14型機の1番機から14番機までは、ソ連から購入したが、15番機以降は、ドレスデンのベブにおいて、ライセンス生産が行われた。 1960年3月28日には、イルマイナス18型機を導入し、1962年末の時点で、イルマイナス14を26機、イルマイナス18を5機保有していた。自国で設計した、バーで152などの旅客機が運行されることはなかった。西ドイツは、自国のルフトハンザードイツ航空を東ドイツより先に再建しており、 東ドイツのルフトハンザが西ドイツのルフトハンザの権利を侵害していると申し立てていた。東ドイツ側ではこの申し立てに対抗して西ドイツのルフトハンザの乗り入れを禁止し、西ドイツ側は東ドイツのルフトハンザの乗り入れを禁止はしなかったものの空港秩序を乱しているとして出発の際に罰金を払うよう命じた。東ドイツのルフトハンザは 罰金を払ってでも運行を続けようとしたが、これは同社の経営を圧迫する結果となった。ベオグラードで行われた裁判で、東ドイツのルフトハンザが、西ドイツのルフトハンザに敗訴したことから、これ以上運行を続けることは再三に合わないとして、1963年7月に、社会主義統一党政治局は、ルフトハンザドイツ航空の廃止を決定し、国営航空部門を、 インターフルークに移管することを決定した。1963年9月1日、インターフルークに吸収される形で、東ドイツのルフトハンザドイツ航空は消滅した。ありがとうございます。